はい、SF です。車の中にサンガードも何も乗せてないし、ちょっと車内が暑いでしまったなと思ってさ、またカメラが止まったら、暑さでカメラが止まってしまったら申し訳ないってことでね、動画を始めたいと思います。最近ね、ちょっと大型連休が近いでしょ、夏休みの。でコメントを返すのがね、ちょっと遅くなってしまってね、申し訳なかったなと思ってね、まあ随時ね、書いていただいたコメントにはね、自分なりの感想を書いて返していくっていうまあ俺が好きでやってるだけやでね、うん。まあ遅くなる時も当然ありますけども、んでね、そうやな、仕事の日の家の中はね、あれやったな、寝れん日があったり寝れる日があったりっていうか、まあこれはどうでもいいな、あれやったな、伊藤美誠さんの試合を家族で食卓でね、見よる時にね、唯一初めて見た試合っていうか、オリンピックのね放送やったけども、ご飯食べながら、うちの俺がご飯食べる時はさ、もう家族はご飯半分済ませてとるっていうかさ、食べ終わっとんのよ、俺帰ってくるの遅いから。でも親父はまあ酒飲んだりなんかゆっくりしとるんやけど、まあ年金もらっとるシニアやでねさあ、スポーツシニアっていうか、うちの親父の場合ね、シニアってさ、楽しみがないからさ、年金暮らしになると、オリンピック見よるわけやけども、卓球のね伊藤美誠さんをね、自分の娘のようにね頑張って応援しとった俺うちのさ家系あんまりスポーツさ、強い選手っていうか、俺も含めて子供は別にあまりスポーツ強い選手はおらんもんでね、球技とか、うん、学生時代結果を残したスポーツ選手は家の中におらんもんでさ、ああやってなんていうかな、親心みたいないけど、ああいう選手を応援したいんやろうね、スポーツでさ、こう身内をさスポーツで出とる選手をなんか多分応援したいっていう気持ちがあるんじゃない卓球の伊藤美誠さんもこの人自分の娘なのかなってぐらい、さ一本一本をさ頑張って応援しとったねいやでも、まあ、こういう人もね、全国には おるっていうことでね全然あなたの娘でも何でもないのに、一生懸命ね卓球で試合の一本一本で、うちの親父は応援してましたよ勝てるようにまあね、いいオリンピックに、まあやった以上はね、もうバッテリーが少ね、選手が出とる試合はね、いい試合になってほしいなとは思ってますけども、たださ、平和の祭典とかさ、またこれ暗い話になるとちょっとやめますけども、選手ファーストって言っとって、パラリンピックだけはね、中止に死んでくれっていうか、オリンピックした以上ね、平等とかね、選手をファーストとかそういう言葉を使ったらね、言葉遊びでパフォーマンスならさ、全く意味がないっていうかね、平和な祭典だからこそね、スポットはさ、通常の選手以上にパラリンピックに本来はね、スポットを当てるべきっていうかさ、普通はね、それがなんていうのかな、社会性の重要視させるところやっと俺は思うもんでね、今日はちょっと短めに携帯っていうかカメラの充電も終わってないんでね、
ここでさ、まだどうなるかわかんないですけども、パラリンピック、オリンピックだけを放送して数字の取れるね、数字を取れないパラリンピックを、当然今すごいコロナでね、全国の感染者数がね、広まっちゃって、これっては予想外じゃなくて予想されとったことやからね、すごい感染が広がったなっていうのが、すごいね、専門家の言う通りになったってところがね、前から言っとったやんって言われとる通りの状況になるってところがさすがやと思いますけども、学者の先生方のね。そんでパラリンピックをさ、感染が広がったでって言ったら、もうオリンピックのそのものの意義が失われとるっていうかね、もう失われとるんやろうけども、重要なところに光が当たらんっていうままのオリンピックって、もうそもそもオリンピックじゃないっていうかね、名前を変えた方がいいっていうか、まあ東京の場合もオリンピックって言えるのかどうかわかんないですけども、まあそういうことでね、手短に続けて話題でね、自分の話を話そうと思ったけど、ちょっとバッテリーの問題でこれで短めにご挨拶いたします。ありがとうございました。